エイドリアン・アディ・ジョスは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州、ウッドランド出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。メジャーリーグ史上二人しかいない、通算防御率1点台の投手の一人。メジャーリーグデビュー前は、ウィスコンシンのタウンリーグなどで投げていた。ほっそりした体型だったジョスには、ヒューマンヘアピンのあだ名がついていたそうである。他にも、ジョスの父が、 ウィスコンシンのチーズメーカーだったことから、彼にはよくチーズにちなんだあだ名が付けられていたという。ウィスコンシン大学マディソン校を卒業後、1902年にクリーブランドブロンコスと契約し、メジャーデビュー。1年目は17勝13敗ながら5つの完封勝利を挙げる。2年目以降、抜群の球威と請求力でクリーブランドのエースとして活躍した。実動9年間のうち、 防御率が2.50を超えたのは最初の1年だけで以後防御率1点台のシーズンが5度にもなる。1905年から1908年までは4年連続20勝以上、1906年から1909年の間は4年連続での防御率1点台という成績を残した。1908年10月2日後に電動入りするエドウォルシュと投げ合ったジョースは 完全試合を達成する。投球数はたったの74球だった。1910年シーズン中に肘を故障し、同年7月11日の試合が最後の登板となった。この年のシーズン後半は出場せず、翌1911年には結核による随膜炎を発症し、オハイオ州トレドにて休止する。31歳。引退後にスポーツ記者になるつもりだったそうで、 地元神への寄港も死ぬ前の何年間か行っていた。1978年、ベテランズ委員会により、アメリカ野球殿堂入り選手に選出された。野球殿堂の選手選考の基準として、メジャーリーグで10年以上のキャリアを持つものとする規定があるが、ジョスは現在この規定の唯一の例外である。ありがとうございます。